国摩ビジターセンタービジターセンターは国立公園や国定公園などにおいてその自然などの情報を展示、解説し公園の利用案内を行っている施設のこと国立公園や国定公園における自然との触れ合い活動を推進した施設で環境学習などの機会を提供する場としても利用可能季節が変わるごとに植物や 昆虫の種類も目まぐるしく変わるため、ビジターセンターも季節ごとに楽しめる工夫がなされている。近年では、ネットワーク社会の発達により、ホームページを開設し、リアルタイムで公園の状況を開示するなど、より利用しやすい環境を整える施設もある。また、専門家を招いての自然体験プログラムを有料で行うなどの工夫が見られる施設や、増加する。 外国人観光客向けに英語をはじめとする他、言語での解説を行ったり高齢者や身体障害者への配慮が見られる施設も年々充実している。日本のビジターセンターの運営主体は、環境省、地方公共団体、民間など様々で単独で運営されているものや、国庫の補助や融資など様々な団体の援助により複合的に運営されているものもある。 AB 入表石垣国立公園アクセス施設環境省2019年10月8日閲覧グランドキャニオンビジターセンター JTB 2017年6月4日閲覧ファーニスクリークビジターセンター博物館 JTB 2017年6月4日閲覧キラウエアビジターセンター JTB2017 年6月4日閲覧。鬼塚ビジターセンター。JTB2017 年6月4日閲覧。晴れ明らビジターセンター。JTB2017 年6月4日閲覧。ロイヤルコナビジターセンター。JTB2017 年6月4日閲覧。ありがとうございます。